どうも、ゆたかです。今回はタイトルにも書いてある通りなんですけど、秋の1週間コーディネートっていうことで、全部で7コーデ組んでみたのでご紹介していきます。重ね着する季節になってきたっていうことで、テーラードジャケットだったり薄めのロングコートとか、そういった感じでライトアウターとかもちょいちょい使って、コーディネートを組んでみたので、参考にしていただけたらなと思います。夏にも1週間コーディネートっていうことで、7コーデご紹介させていただいたんですけど、その時も色物だったりとか、スタイリングがなるべく同じような感じにならないように組んでみたので、今回の秋の1週間コーディネートでも、色物を使ったりとか、そのスタイリングがなるべく同じような感じにならないように組んでみたので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、ということでそれでは早速1コーデ目からご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、1コーデ目はこんな感じでベージュのテーラードジャケットに古着で買ったチェックパンツを合わせたコーディネートですね。テーラードジャケットやウール素材のチェックパンツを履いているっていうこともあって、少しそのコーディネートがトラッド寄りな感じではあるので、インナーはシャツを合わせた方が全体的に綺麗かなって思うんですけど、ヘンリーネックを合わせてあげることで少しその抜け感っていうのも出してますね。トラッド寄りなスタイルなので足元はアディダスのスニーカーを合わせてあげることで、その少し外しの要素っていうのもプラスしてますね。はい、続いて2コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、2コーデ目はこんな感じでクロップド丈のワークパンツに赤いシャツや黒のシャツジャケットを合わせたコーディネートですね。ベージュのパンツだったりその赤いシャツを着ているっていうこともあって、結構コーディネートがそのカジュアルな感じに見えるので、コーディネートにブラックを合わせてあげることで少しその派手さっていうのも抑えてますね。シャツを重ね着しているっていうこともあって結構上半身にボリュームがあるんですよ。なのでその全体のバランスが悪く見えないように足元にもそのボリュームのあるドクターマーチンを合わせていますね。はい、続いて3コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、3コーデ目はこんな感じでチェックのポロシャツにリーバイスのデニムを合わせたコーディネートですね。履いているデニムパンツがブーツカットシルエットなのでシルエットをきれいに見せるためにタックインをしていますね。こういったポロシャツって1枚で着たりすると、少しそのおじさんっぽさが出ちゃうかなって思ったので、オーバーサイズを選んで着ているっていうのと、ボタンを開けてあげることで少しそのラフさっていうのも出してますね。はい、続いて4コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。
はい、4コーデ目はこんな感じで、ネイビーカラーのワークパンツにシャツやネクタイやカーディガンを合わせたトラッドスタイルですね。足元も革靴を履いているっていうこともあって、まあ、全体的にクラシカルな感じに見えますね。まあ、なのでキャップをかぶることでスポーティーな要素っていうのもプラスしてますね。このコーディネートではネクタイをしているんですけど、柄物を選んであげることで少しその遊び心っていうのも入れてますね。はい、続いて5コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、5コーデ目はこんな感じで、オリーブカラーのセットアップスタイルに対してチェックシャツやスニーカーを合わせたコーディネートですね。セットアップって結構かっちりした感じに見えてしまうので、少し緩めなサイズのセットアップを着ているってのもそうなんですけど、インナーには黄色のチェックシャツを合わせてあげることで少しそのレトロっぽさっていうのも出してますね。全体的にフォーマルな感じではあるので、足元はポンズのスニーカーを合わせてあげることで少し外しの要素っていうのをプラスしてますね。はい、続いて6コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、6コーデ目はこんな感じで、ボルドーカラーを中心に合わせたコーディネートですね。トゥモローランドのニットジャケットやプラス J のウールパンツを履いていますね。ニットジャケットのインナーにはカーハートのヘンリーネックを合わせてあげることで少しカジュアルっぽさもプラスしてますね。コーディネートを全体的に見て、少ない面積で見える部分っていうのをレザー素材のアイテムを合わせてあげることで少し上品さっていうのもプラスしてますね。はい、続いてラスト7コーデご紹介させていただきます。それではどうぞ。はい、ラスト7コーデ目はこんな感じで、ベージュのステンカラーコートにリーバイスのデニムを合わせたコーディネートですね。ネクタイやローファーを合わせてあげることで少しトラッドっぽさも出してますね。コートのインナーはシャツとかだと結構カッチリするかなって思ったので、ポロシャツを合わせてますね。クラシカル寄りなコーディネートではあるので、キャップの方も少しダサめのキャップをかぶってあげることで少し外しの要素っていうのも入れてますね。はい、ということで今回は秋の1週間コーディネートっていうことで、全部で7コーデ組んでみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、今回セットアップスタイルやワントーンコーディネートとか、まあ、アイテムはデニムを合わせたり、チェックパンツ合わせたりウールパンツ合わせたりとか、まあ、あとその小物で、ネクタイ合わせたりで、まあ、結構アースカラー中心だったりとか、トラッド寄りな感じが多かったんですけど、まあ、どうでしたかね。参考になれば、幸いでございます。今後のコーディネートの参考にもしたいと思っておりますので、まあ、何コーデ目が良かったよとか、気軽にコメントくれたら嬉しいです。
1週間コーディネートは、まあ、夏にもさせてもらったんですけど、まあ、今回秋っていうことで、次は冬に1週間コーディネートやりたいと思ってるので、ぜひ楽しみにしていてください。まあ、着回し結構増えてくるので、まあ、1着のアウター着回し1週間コーデとかも、まあ、撮ろうかなとちょっと思ってるので、ぜひそちらの方も、楽しみにしていてください。はい、こんな感じで僕のチャンネルではコーディネートの紹介だったり、アイテムの紹介だったり、服のリメイクなどもアップしておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターの方もやっておりますので、概要欄に貼ってある URL からフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。